これ,えー、これが50年ぶりに月を目指すプログラムでスペースローンチングシステムこれね<ー>結構皆さんからね美しいって言ってもらえてね実物材ですか実物材おかしいけどこれ、ね、要するに120%じゃなくて100%のね このコーナーはアルテミス計画に使うロケット。NASA のサイトはものすごい解像度の高い画像があるんで、それをうまく切り張りしたらこうやってできるんですね。うん。それで、えっと、てっぺんの方をカメラ持っていくと、はい、ここに実はあのオリオン宇宙船がこうやって収納されてるんで。おります。オリオンね。それで、えー、オライオンっていうのね。 本当はは方としては今度11月に延期になった打ち上げではあのダミー人形だけ置いてあって、はい、人間も見てないんですけども、うん、実はねこれ、えー、よく見るとですねお隣スペースシャトルありますよね。あスペースシャトル。スペースシャトル、うん、これ外部燃料タンクなんですね。 でこの燃料を使って実はスペースシャトルのと3つか3つのエンジンですねだからな燃料をこっち使ってこっから出てくるんだけどもそしてその両側に固体ブースターありますよねで実はこの SLS というのはこの上の 燃料タンクはそのスペースシャトルの外部燃料タンクをそのまま使ってでその後ろに3つだったやつを4つにしてくっついてるんです。それでその両側のブースターもまああのスペースシャトルで使ったブースター、スペースシャトルに作ったやつあるいはそれの,あの派生型を作ってるんで全くその スペースシャトルの技術をそのまま使ってる宇宙船なんですね。うん,う,んうん。スペースシャトルって何二度も重大なあの死亡事故を起こうして、うん、まあとにかくもう石橋を叩いてやるっていうやり方の技術開発はいなんですね。えーはい、それで実績のある技術を 使って積み重ねていくで、えっとなかなか打ち上がらないということなんですけども、じゃあそのお隣、はい、お隣があのスペース X という会社の,あのファルコンというロケットです。でこれ、前、打ち上げライドに使ったやつはですね、ちょっと短いですけども。 それは何でかって言ったら、リンク距離の制限で、短くせざるを得なかったんですね。で、本当はまあこんだけ高いんですね。それで、えー、こいつがあの、まあ、とにかく、その打ち上げの価格破壊を起こしたんですけども、えー、こいつは、えー、とロケットエンジンが、えー、9つ、 溜まれてるんですね私なんはちょっと古い考え方というかだからこの9つも重ねたらその1個爆発したら全部爆発するというあんまり数が多いと気持ち悪いんだけどもえそこは、えー、逆に1個止まっても予備があると、うん、残りの8個で宇宙に行けると。<laughs> なるほど でだからまあ連動して爆発しないようになってるんでしょうね。う,ーんねーうんですね。おまけに、この第1弾のロケットと、<laughs> えー、そのままあの同じジグを使って、えー、第2弾ロケットも作ってるから、あの全部寸胴なんですよね <laughs>、うん、ちょっとおしゃれですね、でもね、色がね、白黒で、ね。<laughs> というか、あの上から下まであの寸胴になってる。 あね、鉛それからあ,あとはその再回収ができるんであの足えっ、ー、とこれ足が広くというのは、うん、開いたやつは隣にあるんですけどもこうやって足を広げて<ー> 1> え第1弾のロケットは回収できますと、はい、でただあのこの足もそれなりに重量がかかるんで。 だから、えー、重量物を打ち上げるときには、この足はやめちゃうらしいんですけども、うまあそういうふうに再使用もするということで、コストを下げたんですね。それで、NASA は低軌道、宇宙ステーションまでの輸送手段については、コンペにしたそれで、スペース X がまあ最初に打ち上げたけど、まあ、もう一社も。 もうじき打ち上げるんですけどただ月まで行くっていうのはさらにその要するに高々地上から5 0 0トルの距離にあの打ち上げるだけだったらこれで行けるんだけどもそれを月まで行こうと思うともっとでっかいものがいるのでそれは NASA が直接開発するという方針でこの SLS を 開発してますといってもあの結局外も、ねまあまあえー、外注してるんですけどね、設計すべて NASA がして、外注してるんですけどね。ところが、ここで面白いことに、まあ、NASA はあの月に行くときに、SLS で、えー、月に行くんだけど、じゃあ、月の周回軌道から月の月面に着陸するものはっていうと、また、えー、コンペでやったんですよね。うんはい でコンペで、えー、とスペース X があの採用されたそして。スペース X は実はあのスターシップという、まだここにはないんですけどね、まあバカでかい宇宙船。うんだからこの下の第1弾は9個じゃなくて、ね、33個束ねた <laughs> スーパーヘビーってやつを使って、でその上にスターシップというやつが載ってるんですよね。まあはい 去年も盛んにのスターシップ単独で何度も打ち上げて、爆発して打ち上げて爆発してで、その辺は皆さんのやり方と全然違うんで、とにかく、えー、バンバン作って、爆発して、作って、失敗して、それでだんだんよくしていくという考え方ですよね。それで今度はスーパーヘビーとセットで飛ぶっていうのはまだ飛んでないんだけども。 まあそれが本当に成功して、じゃあその周回軌道から月面に降りるものについては、スペース X が3社かなんかのうちの一応筆頭に選ばれてるんで、スターシップで月面に降りまして、スペース X は言ってんですよね。それで、スターシップで降りるよいうことじゃあそのスターシップ、スーパーヘビーで打ち上げるんですよね。じゃあね、こいついらないんですよね。 うん、最初からそれでいけばいいんじゃないということ、うん、だから、これから一体どうなるのかっていうのがまあ大変あの面白いところで、うん、あの全く設計室と違う2つの月面ロケットが今、当時に開発されてるんで、うんうん、大統領がトランプになったらきっとそのスターシップにしちゃうんじゃないかなと思うんだけどもそれがまたお楽しみということで。